皆様おはようございます。本日担当の講師を務めさせていただきます高橋と申します。皆様よろしくお願いいたします。それではね、皆様お手元の資料3ページをご覧くださいませ。本日はね、皆様、お暑い中ね、お時間ね、早く来ていただきましてどうもありがとうございます。で、今日のね、お話のテーマなんですけれども、挨拶の重要性ということでね、お話しさせていただきたいと思います。皆さんね、大人になってあんまり挨拶しなくなったとか、まあする人はするかもしれませんが、しなくなったな、減ったなっていう方は多分おそらく多いんじゃないかな、ないかなと思います。で、よくね、小学校とかなんかはね、小学校とか中学校かな、挨拶強化月間なんですね、こう看板なんか持たされてね、おはようございますって校門の前で待ってたりとかね、あとはこう学校の前とかでおはようございますってやった経験なかったでしょうか。そうなんです、この挨拶というのがどれほどにすごい効果を持っているのか、まあ顔を知ってもらえる、覚えてもらえるっていう効果もあるし、あとは印象ですね。なんか人話しかけてくれるな、それはただの挨拶であっても、こんにちは、おはようございます、さようなら、まあ何でもいいです。なんかあんまり興味ない人でもしょっちゅうこう通り過ぎるたびに挨拶してくれるなっていうのあるじゃないですか。その時になんかね、最初はただ通り過ぎてただけだったけど、おはようございます、おはようございます、おはようございますって会うたび言われると、なんだか無意識のうちに覚えてしまうものなんですよ。で、これが面白いもので、また言ってみると、おはようございます、おはようございます、みたいな。で、だんだんそういう風になっていくんですね。その人に対して、興味ないとか、どうでもいいかなって思われてるんですね。でも、なんか、いつも挨拶してくれる人っていう認識が、やっぱりその言われてた人は思ってくるわけですね。なので、挨拶っていうのは実は人間関係を良くする上でね、非常に大事なことなんです。だから小学校とか中学校とかね、おはようございますって元気に言いましょうとか、ね、ちょっとバカバカしいなって反抗期の時あったかもしれませんけどもね、実はこんなにすごいんですね。顔覚えてもらえる、あとはやっぱり顔知ってもらうとやっぱお互い安心するじゃないですか。で、そうすると意外とそこから仲良くなったりとかっていうこともあり得るんです。まあもちろんね、社会人とかね、大人になったらね、嫌な先輩だろうがね、取引先の人だとかお客さんとかに対してね、おはようございますとかよろしくお願いしますっていうのはもう嫌が応でも言わなきゃいけないんです。それが当たり前だから。でもそれをね、小さい時からね訓練してるわけですね。おはようございます、おはようございますね、おはよう、おはよう、ね、友達同士おはよう、おはようでも、先生、校長先生だ、仕事の先輩だ、おはようございます、うん、そうだね、男性女性関係ありません、老若男女、小さい子供から お年寄り、おじいちゃん、おばあちゃんまで使えることですね。で、この挨拶っていうのは本当にすごい効果を持っているんですね。なので、まず顔を覚えてもらえるとか、やっぱ挨拶するとね、お互いのこと不安がだんだん減ってきちゃうとかね、なんかね、場合によってはね、仲良くなってしまうこともあるんですね。なので挨拶っていうのは本当にね、別に怖いことでも、別に挨拶したから100万払ってるわけじゃないでしょ。あと車とかで狭い道とかでさ、こうなんかこう譲り合いとかあるじゃないですか。先にこっち待っててもらって、こっち先行かせてもらうとき、その時どうする？頭下げるね、ありがとうございますとか、あと手挙げて、手とかでか、すいません、ありがとうとかってやるでしょ。これも一の挨拶で、まあもちろんこう頭下げてお辞儀して声に出す挨拶も大事だけど、そういうのも挨拶だからね。挨拶はすごい、絶対にね、バカにしないでやった方がいい。挨拶、挨拶、以上です。